こんにちは、北海道担当の翼です。今日のビジネスの格言第25弾、今日はですね、短い格言なんですが、手を抜く方が疲れるという格言です。これを北海道弁に直すと、手を抜く方が疲れるわっていう感じになるかなと思います。皆さん、残暑の方がですね、だんだんなくなってきて、北海道は夜は涼しくなってきたんですけれども、皆さん、風には十分気をつけて毎日過ごしてください。じゃあ明日も見てください。じゃあねー。